皆さんこんにちは。今日はトーチを浮かした状態で1層目、2層目、3層目を仕上げていきたいと思います。2層目、3層目は浮かして溶接をするということで、高電流を使用して溶接していこうと思います。今回の動画では手の動きや光を出した状態での溶接動画などを解説していきます。最終層は高電流のウィービングで溶接をしていきます。それと最後に別パターンのウィービングビードなんかも少し紹介していきますので、よければ最後まで視聴してみてください。それと動画スキップの方してもいいのですが、動画の途中などで大切なことを解説していたりもするので、できれば音声だけでも聞くようにしてみてください。今回使用するパイプは4インチの6ミリのパイプです。隙間の方は今 2.4 ミリの棒を刺しているのですが、だいたい 3.2 ミリぐらい隙間を空けた状態で溶接をしていこうと思います。今回リブはつけずに仮付けをしています。でタングステンの長さがだいたい8ミリぐらい出した状態で溶接をしていこうと思います。でノズルの方は7番を使用しています。隙間を空けた状態での正しい仮付けの方法などはこの動画で紹介していますので、隙間を空けていると仮付けがうまくできないという方はこの動画を参考にしてみてください。こんな感じで母材に指を固定して全周ストレートで溶接をしていこうと思います。タングステンを8ミリも出していたのは、このように浮かした状態でもしっかりとルートの一番奥の部分に届くようにするためにタングステンを長くしています。それでは1層目を溶接していきます。まず電流は120アンペアで、棒は 2.4 ミリで溶接をしていきます。今回隙間の方は4ミリなど広い幅を空けているわけではないので、ほとんどウィービングをしなくてもストレートの状態でしっかりと貝先内を埋めることができるので、ウィービングする必要はないかなと思います。隙間が広すぎるとストレートでは隙間を埋めることができないので、4ミリなど隙間がある場合は小さくウィービングをしながら1層目を溶接するようにしてください。で今から仮付けにつながるのですが、仮付けにつながるときは少し手前で棒を抜き、このようにちょんちょんと棒を入れながらつなぐようにしてください。しっかりと炙りながら棒をちょんちょんと入れればすぐにつながってくれます。で1層目のトーチの角度なんですが、このように少し傾けた状態で溶接をするようにしてもらえばやりやすいと思います。あまりトーチを立てすぎるとプールが前に進まず裏にばかり出ようとしてしまいますので、少し傾けると裏波もしっかりと出ますし、プールも進んでくれるので、このぐらいの角度を維持しながら溶接をするようにしてみてください。それと他の動画でも解説していますが、鉄のパイプの裏波を出すときは棒は途切れないようにして、しっかりと隙間を埋めるように一定量送り続けるようにしてください。棒を送らないと棒は途切れてしまいますし、棒の量が少なすぎると裏波の出具合も少なくなってしまいます。ですが送りすぎてしまうと反対に裏波は出すぎてボコボコとした状態になってしまいますので、適正量を送り続けるといった感じで溶接をしてください。もう少しで最終つなぎに入ります。最終つなぎの方法なんですが、仮付けにつながる時と同じような感じで棒を一度抜き、このように隙間が空いたら棒をちょんちょんと垂らすという感じでつないでいけば綺麗につながってくれます。棒をつけたままにしてしまいますと裏波のつなぎがあまりつながっていない状態になってしまいますので、棒を抜いてちょんちょんと垂らしながらつなぐという風に溶接をしていってください。でこれが1層目を終えたビード外観です。このようにほとんどウィービングをしない状態でもストレートで十分に貝先内が埋まっていますので、次に2層目でパイプと同じ高さの面までよもりを出して最終層を溶接していこうと思います。でこれが裏波の状態です。このように棒を抜いてちょんちょんと垂らしていくとしっかりと全てつながっていますし、ある程度一定量を送り続けたので裏波もしっかりと出ています。
この状態ですと RT 検査などにも問題ありませんし、このような仕上がりで大丈夫だと思います。鉄のパイプなどで裏波を出す際は必ず隙間の中に収まる溶接棒の径を使用するようにしてください。隙間と同じ棒径やそれ以上の棒を使用してしまいますと隙間の中に収まらないので棒を送ることが全然できなくなってしまうので、隙間の中に収まる溶接棒を使用してください。2層目も1層目同様ストレートで浮かしながら溶接をしていきます。映像では軽くウィービングをしていますが、高電流なのでウィービングをする必要がなかったので、実際にはストレートで溶接をしていきます。で、2層目の溶接電流は220アンペアまで上げて、棒は 2.4 ミリを使用していきます。2層目はよもりをつら位置まで上げるというのが目的なので、高電流でこのようにストレートで溶接をしていけばすぐによもりもしっかりと上がって溶接をすることができるので、とても簡単な方法だと思います。ローリングで2層目を溶接するよりはやはりこの方法の方がとてもスピード的には速いと思います。で、電流が低いとこのようにすぐに幅が出てすぐによもりを出しながら進むということができないので、ある程度高めの電流で溶接をするようにしてください。ある程度電流を上げた方がいいと思うので、今回は220アンペアまで電流を上げています。ただし高電流なのであまり遅く溶接をしてしまったり炙りすぎると裏波に溶け落ちてしまったりもしますので、なるべく素早く溶接をするようにしてください。それと今回 2.4 ミリの溶接棒を使用していますが、貝先が深く 2.4 ミリの棒ではよもりがパイプの面まで上がらないという場合は 3.2 ミリの棒を使用しても全然いいと思うので、パイプの面まで上げれる溶接棒の径を使用するようにしてください。で、これが2層目を終えたビード外観なんですが、3層目は今のトーチの動きのように右左にウィービングをしながら溶接をしていきたいと思います。前回紹介したこの動画では前後ろ前後にウィービングをしながら溶接をしていましたが、今回は右左上下でウィービングをしていこうと思います。それでは3層目を溶接していきたいと思います。3層目の電流は2層目より20アンペア落とした状態で、溶接棒は 2.4 ミリを使用していきます。しっかりとパイプの面までよもりが上がっていたので 3.2 ミリを使用していませんが、パイプの面よりも2層目が少し低くなってしまった場合は 3.2 ミリの棒を使用すると溶接しやすいと思います。で、最終層は高電流なのでこのぐらいの早めのペースでウィービングをするようにしてもらえば綺麗な溶接がある程度できると思います。この時にあまり荒く進行しすぎてしまってもあまり綺麗な溶接にはなりませんし、細かく進行しすぎてもビードがとても焼けついてしまいますので、このぐらいのスピード感とピッチを保ちながら溶接をするようにしてみてください。もっと荒くウィービングをしたりしてもある程度綺麗なビードはつくのですが、今回は一番一般的な荒さとピッチで溶接をしていますので、最初はこのぐらいを参考にしてみてください。で、この時に溶接棒なんですが、棒は途切れないように少しずつ送っているというぐらいの状態なので、あまりたくさん量を送る必要はないと思います。よもりが必要な場合の時だけ溶接棒はしっかりと送るようにしてあげてください。で、今回ターンテーブルを使用していてスピードの方があまり合わなかったので何度もアークを切ってしまっていますが、ご了承ください。このように浮かしで溶接をする際はターンテーブルを使わずに4分割で溶接をした方が指も固定できているので綺麗に溶接ができると思います。この後の別のパターンのウィービングの紹介動画では4分割でウィービングをしたのですが、
やはりその方がとても安定したので、ストレートでやる際はターンテーブルのスピードをしっかり合わせれない場合などは4分割で溶接をした方がやりやすいかなと思います。スピード重視で溶接をする場合などはこの方法を取り入れてみるのもいいと思います。やはり浮かしていますので完璧な安定というのはなかなか難しいと思うので、しっかりと安定したビードを出したい場合はローリングを練習する方がいいかもしれません。ローリングですとノズルを母材に固定することができるので、振り幅などを練習してしっかりと溶接できるようになればローリングの方が幅などの安定はあると思います。ただしスピードではどうしてもストレートには勝てないと思いますので、スピードが必要な場合の溶接をするときはストレート、綺麗に安定した外観をつけたい場合はローリングをするなど、その溶接に合った溶接ビードを使い分けたりすることができるのが一番の強みだと思いますので、スピード重視の溶接や見た目重視のローリングなどを綺麗につけれるように練習をしてみてください。で、実際の手の動きなんですが、このようにトーチの角度を立てすぎずに少しこのように倒した状態でウィービングをしながら溶接をするようにしてください。これぐらい立ててしまうと高電流なので裏に溶け落ちてしまうことがありますので注意するようにしてください。こちらがいろんなウィービング方法で溶接したビード外観です。先ほどよりもっと荒くウィービングをしたり、切りながらウィービングをしたり、本当にウィービングにも様々な溶接方法がありますので、またいろいろな方法を紹介していけたらなと思います。この中でどのビードが好きかなどの意見なども聞けたら嬉しいので、よければコメント欄に記入の方をお願いします。これで今回の動画を終わりたいと思います。質問などありましたらコメント欄の方にご記入お願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。